1000万やったな。100、200、300、400、借用証書500、個人情報取扱同意書600、700、800、融資計算書900、印鑑証明本人確認のコピー1000。現金渡した証明に取るんや。記念写真のじゃねえぞ。はい、チーズ。あらねえ、泥沼さん、ちゃんと担保あるんでしょうね。いつも変な物件とか怪しい売りかけ持ってきて。しっけえな、今度は完璧ですよ。甘く見やんといてもらいたい。何言うとんねん、ここ抜けとるからちゃんと書いといて。え、あ、お前融資希望の方はこの書類に。あ、僕はあのお金を借りに来たのではなく。え、あ、面接。はい、あんたどこが不当たりだしたんやろ。こっちどこ行って帰ってきたらな、電話するに言うてくれ。バカだね。まだ逃げてませんわ。まあもともと根が悪いやつないからの、金策に奔走したのやろ。どんぶり勘定好きなやつでしたからね。今から回収行ってきますわ。3年の付き合いやったかな。まあよう持った方やで。お前すな。社長、面接の方。ああ、君か。苦労人には見えんの。うちにはおらんタイプや。灰原達之と申します。ああ、金貸しの仕事はえぐいこともやらんといかんで。はい。ほな、入社試験や思うて行ってこい。桑田。はい。こいつ連れてったってくれ。はい。え、行くぞ。はい。出したお前は死んだも同然やな。そのほどお前保証人に拾ってもらうは当然のことやがな。暴力はかけまへんって。暴力ちゃうからお前。仲良しの肩組みやがな。せやから絶対に返しますから。絶対いいやつがなんで不当たり出すんや。な、せやろ、行かなかんや。さっきの1000万初めて見ました。そんなもんすぐに見慣れる。はい、これや、あげてくれ。はい。兄ちゃん、免許持っとくか。はい、あ、普通免許は一応。な、運転してくれ。はい。でもやっぱり今でも現金取引なんですね。まあこの業界はな。けどな、あいつら店出たとこでブローカーに行かれよんねん。
廊下、借金でこう首が回らんようになったやつをうちに紹介してその仲介手数料を取る。はいえない、はいえない。はよせえ、はよせえ。ぶつけたらあかんで。1億円や。嘘やがやな。はい、下手くそ。今から行く孫受け番金にはな、400万貸して92万の約束手形を5枚切ってる。2枚は回収しちゃうね。 92×5 ってことは460万。年利が 15% ってことですか。なんやお前高いっちゅうか。うちはな、法律の範囲内でやっとる町金なんや。闇金とは違うんや。そりゃそうじゃなきゃ困りますけど。手形取引から不動産、工場抵当から売掛金まで、どんな担保でもちゃんと受け負う優良企業やないかい。また案内するタイミング、ちょうど今帰ってきたとこ。社長、やってくれましたな。ごめんごめん。みっともない話やけどな、娘の旦那さんに借りてきて。あ、新しい人。使用期間です。え、手形出してや、買い戻すさかいね。失礼します。いや、社長のような人は珍しいですわ。こんなスムーズに行くことめったにおまへんで。僕はね、昔仇の人間、逃げも隠れもいたしません。人様からお借りしたもんはどんなことがあってもお支払いいたしますと。お茶どうぞ。どうぞどうぞ。いいじゃん、はい、こっち置いとくね。はい、どうも。どう、お茶高い方。言ってなんだ。ほな、残りの2枚の手形も買い戻してもらいましょうか。184万。なあほな、まだ期日来てまえん。金融屋やから言うてそないな無茶言うとあかん。無茶言うてんのは社長さんの方ですやん。ほら、借用証書にほれ何度書いてますやん。ほれここに書いてある。上当たりを出したら全額回収するのは金融の鉄則です。社長は信用をなくしましたんや。いや、あの、なんやこの辺のちっちゃい字ちゃんと読んでへんて。あの、これな、職人さんの給料やね、堪忍してえな。裁判所で言うても通る通りとちゃいますせ。そこまでやるんか、帝国藩は。血も涙もないんか。ビジネスですやん。嘘つき。企業とのパイプ役でございます。中小企業の潤滑油でございます。落ち目になったら手のひら返しか。何は武士とちゃいますせ。なんじゃこんなもん。うん、あ、ちょ、心配すな。コピーや。こんな合計100万回見てきた。もう一枚食うか。ほな、連帯保証人のとこに行こうかな。原さんやったけな。ごめん、ほんまにごめん。原達夫君は小学校からの友達。心臓悪いのよ。184万円いきなり払え言われたらびっくりして死んでまう。そらびっくりするやろな。せやけど連帯保証人は普通の保証人よりも責任が重いんや。いつ請求に来られても文句は言われへん。いやいや、堪忍してえな。頼む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 。あんた、何、この3年よう頑張った、うん、原さんに迷惑かけられへん。ハルタラ、いや、ハルタラって、これハルタラ完全に終わりやで。今辞めたらこの会社も何もかも取られてしまうんやで。なんもなくても自由な方がええやない。持って死ねるわけやなし。もう持ってて泥棒。勘定士。はい。確認できたらうちとお宅は何の関係もなくなる。豊子、あんた豊子。
あの状況で孫田さんは絶対に184万払う必要があったんでしょうか。よう勉強しとるやないか。厳密にはないわな、うん、だったら待っても。あの古臭いおっさんに弁護士に相談する知恵なんかないやろ。お前飛んだ人間から回収するのは難しいんや。だから先手を打つのは当然なことや。厳しいですね。知識がないもんはむしられるんや。メモっとけ。SDGs サスティナブルにこの町を成長させ続けるには多少強引でも力強い指導者が必要なのちゃいますか。ノー、ハイバラ。持続可能な成長なんてのはないんや。世の中はな、ただあるものを取り劣るだけなんや。あんな政治家のおっさんも口ではええこと言うとるけど、裏ではえげつないことやっとるんだよ。お前皆様の代表としてサスティナブルに頑張ってまいります。普通一旦取引が開始すれば末永くそれを望む。せやけど我々金融業は違う。みんな1、2年のうちに必ず消えていく。せやから常に新規開拓を続けなあかんねん。手取り18万のほかに新規開拓に不合いけるか。わかりました。よろしくお願いします。よっしゃ。あの新人、取り立てにビールかなと思ったけど即決でしたね。あいつはちょっと変わってるみたいからな。え？めちゃめちゃ普通に見えましたけどね。つまんどる。そんなやつはまだなんで？まあ普通のつまみ方とは違うんや。銭に対する考え方も違うんやろな。過ぎたんちゃう？お父さん早うに亡くしてはるから他の親戚もらへんのやって。そう、お金には苦労したみたいよ。292万返さなきゃいけない。お母さんは貸与型の奨学金で大学に行かせてたんよ。アートと君の就職で返済見込んでたみたい。払えないとどうなるんですか？奨学金の延滞は債務になるんやわ。信用情報に傷がついたり財産の差し押さえちゅうのはな。そんなのめちゃくちゃじゃないですか。奨学金って言ってるだけでほぼ借金じゃないですか。しっかり持てよ。返還方法はいくつかある。卒業後の所得を考慮する所得連動返還方式。はい、大丈夫なんで明日も入らせてください。はい、朝5時集合でも大丈夫なんで。はい、
経済的な理由により返還が困難な場合に適用される減額返還方式、誰もこんなの教えてくれなかった。バイトで金は返して卒業したけど、信用情報に傷は残り、どこも警戒して雇ってくれない。新卒枠も逃してる。借金あるとゲームオーバーかよ。借金。もしもし、ホームページを見て電話したんですけど。はい。いえ、融資希望ではなく就職希望で。はい。でも私、過去に奨学金の返済が遅れてしまって。はい。帝国金融と申します。他では断られた融資でも帝国金融では独自の審査。小売貸しかい、悪党が何の用じゃ。そんなことございません。高高建設です。帝国金融の今電話に出ることができません。発信音の後にメッセージをどうぞ。帝国金融の灰原と申します。帝国金融は中小企業の資金を手出し。はいな、縁起悪い電話かけてこんといて。失礼。飛び込みの電話は何人うちは答えるからな。兄ちゃん、すぐやめんじゃうか。もしもし、帝国企業と申します。で、しらみつぶしに当たってるんですけどね。それがあかんねや。それがどういうことですか。世の中にはな、金に困ってるやつの方が多いん。今のお前はな、魚のおらんところに釣り糸を垂れてるようなもんなんや。そら前売れあたりもあるでけどな、必要なんは嗅覚や。金の匂いを嗅ぎつける嗅覚なんや。嗅覚ですか。考えてみ、はい、わしらのようなところから金を借りるやつはどんなやつや。うわー、だからお金に困ってる人じゃないですか。もう一声。だからお金が借りられない人じゃないですか。違い、他から借りれんようになったやつ。めっちゃ急いどるやつ。はい。つまりやな、普通やないやつや。普通じゃない人。うん。そういう人たちを探し出す。そういうことや。メモっとけ。はい。メモっとけ。はい。ええか、金融屋を目指すんやったらわしからどんどん盗んでやな。大阪以上目指さないかん。はい。灰原君。はい。火。はい。火。はい。失礼します。すいません。